いらっしゃいませ。ようこそでしゅ。当旅館へようこそ。お荷物を預かりします。そう言って旅館の旦那と女将の真似事をしているのは俺の最愛の子供たちだ。10歳になった娘は母のような女将になるんだと今から張り切っていて、4歳の息子は父である俺みたいになるんだって言っている。ことの始まりは今から6年前。赤字続きのうちの旅館に来たホームレスの母娘との出会いだった。その出会いがきっかけで俺の人生も旅館の運命も大きく変わるなんて。そんな俺と今の嫁との馴れ初めの話をよかったら聞いてほしい。俺は32歳の独身で、実家が旅館を営んでいる。3年前に父が他界してから旅館の経営を引き継ぎ、女将である母と、昔から働いてくれている仲居や料理人と一緒に、日々切磋琢磨しながら旅館を切り盛りしているんだけど、今月もまた一人辞めちゃったな。昨今、次々と周りに格安ホテルが立ち打ちの旅館は経営が悪化していた。最近では旅館で食事や温泉を楽しむという人は少なくなって、泊まる場所はただ寝るだけの場所、という感覚の人が多いらしい。次々と立っている格安ホテルでもいかに料金を抑えられるかっていう、料金プランで競争しているからな。うちの旅館は料理にもこだわってるし、大浴場や露天風呂もある。さらに露天風呂がついてる部屋もあるし旅館としてはいい方なんだけど、格安ホテルの競争に負けっぱなしで、最近では火の車だ。あのね、俺、言いづらいんだけど。え、な、なに？実は仲居長の松さん、ご両親の介護があるから辞めたいって。松さんが、この旅館で俺たち家族を抜いた一番の古株は仲居長の松さんと、料理長の竹さんだ。その二人がいなくなったら本当に回らなくなる。今月に入って仲居も一人、料理人も一人辞めていって、その上松さんまで。いくら赤字だとは言っても、お客さんが来るときは来るしな。昔は毎日のように満室で賑わっていた時期もあるけど、最近では昔からの常連さんが利用してくれるだけ。でもその常連さんたちの好みとか、長年勤めてる人にしかわからないこともある。求人を出すしかないな。未経験者歓迎。経験者なら大歓迎。住み込みか、まかない付きで温泉入り放題。という魅惑しかない求人を出したにもかかわらず、一件も問い合わせなし。と思っていた数週間後、面接をしたいという女性からの電話に旅館一同大歓喜だった。でも、ちょっと俺、何？どうしたの？面接希望の方なんだけど、女将である母さんが部屋に通してくれたらしいが、何か様子がおかしい。あんたに任せるわ。よくわからないことを言われ、部屋の中に入ると思わずよっとした。そこに座っていたのはボロボロの女性と小さい女の子だったんだ。こんにちは。お待たせして申し訳ありません。この旅館の経営者の俺と申します。あ、嫁子と申します。すみません。娘が一緒で。構いませんよ。こんにちは。少しママとお話ししていいかな。うん。お願いしまっしゅ。住み込みかと求人に書いていたので、連れてきてすみません。いえいえ、
大丈夫です。あ、履歴書拝見しますね。まあ、住み込み可能って書いたのはこっちだし子供不可とは書いてないしな。何か訳ありっぽいけど、とりあえず見た目だけで判断するのはやめよう。で、なんじゃこや。履歴書を見て驚いたのは、まず資格の欄。ホテル実務技能認定検定1級、レストランサービス技能検定1級。国家資格の他にも接遇検定1級や、ホテルビジネス実務検定1級。ビジネスマナー検定も持ってるし、英語系の検定も800点以上のもさ。なんだこの完璧中の完璧な資格保有者は。しかも、驚いたのは資格だけじゃない。あの有名な丸抜ホテルのマネージャー経験ありって、経歴もすごいものだったんだ。偉い人たちがこぞって泊まるような有名ホテルで働いた経験があるなんて。そのホテルで働いた後は、これもまた老舗旅館の若女将として働いていたとか。すごい経歴ですね。いえ、それほどでもないです。こんなにすごい人がどうしてこんなにボロボロで。うちみたいな赤字続きの旅館に面接しに来たんだ。あの、志望動機を聞かせてもらえますか。前に働いていた旅館を人間関係のトラブルで退職しました。その時も住み込みで働いていたので、追い出されてからは家がなく、近隣のホテルに面接に行ったんですが、トラブルの噂が出回っていて、たまたまこちらの求人を見つけて住み込み可能と書かれてあったので、一か八か応募した次第です。人間関係のトラブルですか。トラブルを起こすような人には見えないけどなと思っていると、娘さんが慰めるように嫁この手を握っていた。もし差し支えなければ、どういったトラブルだったか教えていただけますか。実際うちはそんな噂は聞いてないけど、本人が言った以上聞かないといけない。私が中井の子に怪我をさせたと。もちろん誤解です。私はやってません。本当なの。ママはそんなことしないもん。では、その中井さんと何らかのトラブルがもともとあって、罪を着せられたってことですかね。そう、ですね。その中井と何があったかまで詳しく聞くのは子供もいるしやめとこう。嫁子が一か八かで応募してくれたように、俺も一か八か嫁子を信じてみよう。実際困っているし、こんなに完璧な経歴の持ち主をそのまま返せないよ。では、本格的な勤務は明日からお願いします。いいんですか。経験者を早急に募集していたので、嫁子さんはぴったりです。今日はお二人の部屋や館内の案内をしますね。あと、料理長のうまいまかないが3食ついて温泉も入り放題ですから。あとでお二人で入りに行ってみてくださいね。ありがとうございます。精一杯働きます。よろしくお願いします。嫁子は今30歳で、娘のユナは4歳らしい。どうやら前に働いていた旅館は旦那さんの実家だったらしく、ユナは保育園に行かずに旅館のみんなで面倒を見てくれてたんだって。住み込みで働いてもらうことになった嫁子さんと、娘さんのユナちゃんです。精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。面接後にみんなに挨拶しに行ったら、
案の定二人の見た目に驚いていた。でも俺が決めた人ならって、みんな納得して受け入れてくれたよ。ここが二人のお部屋です。着替えが今のところ浴衣しかなくて、ゆなちゃんの分も持ってきますね。お気遣いありがとうございます。わあ、このお部屋、全部使っていいの？うん、全部ママとゆなちゃんが使っていいお部屋だよ。すごい、お外の土管より広い。そうだ、二人は追い出されてからホームレスだったんだよな。従業員用の決して広くはない部屋に感動してるゆなになんだか切なくなったよ。今日はゆなちゃんとゆっくりしてください。何か必要なものがあれば遠慮なく言ってくださいね。今日は宿泊のお客さんはいないので、いつでも温泉に入ってください。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。大まかにしか嫁この状況を把握してないけど、辛い目にあったんだろうから今日くらいゆっくりしてほしいよ。おはようございます。今日からよろしくお願いいたします。翌朝、誰だこの人って思うくらい嫁子が別人になっていて驚いた。ユナもそうだったけど、二人とも髪の毛や肌がピカピカのツヤツヤになってたんだ。温泉に入って汚れを落としたからか、見違えるくらい綺麗な嫁子を見て、俺は思わずドキッとしてしまったよ。嫁子さんは仲居長の松さんから、仕事の引き継ぎをお願いします。はい、わかりました。ユナもお手伝いする。ユナちゃんはおばちゃんと一緒に、玄関のお掃除してくれる。あ、おかみさんすみません。いいの、いいの、可愛くって癒されるわー。昨日のうちに従業員にはある程度の事情を話していて、みんなでユナの面倒を見てくれるっていう話になったんだ。経験者といっても引き継ぎには一週間前後かかるだろうし、嫁子の手が開かないだろうから、みんなでユナの見守り隊を結成した。あの、俺さん、松さんからの引き継ぎが終わりました。え、まだ3日しか経ってないけど、引き継ぎには1週間くらいかかるって言われていたのに、嫁子はものの3日で習得したらしい。常連さん関連もクリアしたの。はい、問題を出してもらって全問正解しました。驚異の記憶力で嫁子はうちの常連客ごとの対応や料理の好みなどをすべて把握したらしい。さすがは若女将の経歴の持ち主。そんな、大げさです。松さんの教え方が丁寧だったので。謙遜の仕方もうまいな。しかも嫁子はインテリアコーディネーターとかの資格も持っていて、母さんと相談しながら玄関周りや客室の飾りや家具の位置を変更したり、従業員がことごとく辞めてから行き届いていなかった清掃をして、細かいところまでピカピカにしてくれたり、嫁子はあっという間にうちのエースになってしまった。それは実際にうちの旅館に来た常連客が態度で示してくれたよ。新しく入った中居さん、細かい気遣いもいいし対応も丁寧だね。って言ってくれて俺も嬉しかったよ。でも、嫁子は本当に宝の持ち腐れで、うちみたいな廃業寸前の旅館にいてもらうのが申し訳ない。頭を抱えてどうしたんですか？あ、嫁子さん。嫁子さんのようなすごい人がうちにいるのはもったいないなって。
どうしたらお客さんが増えてくれるのかわからなくてですね。それは確かに難しい問題ですよね。例えばですけど、ネットや SNS を活用するのは今は主流ですし、お客様は皆さん非日常を求めている方が多いなと思います。非日常。はい。ここでしか味わえない特別な体験とかですね。それこそお部屋に露天風呂があるのは魅力的ですし、それに合わせた宿泊プランを考えるとか、1日2組限定のお部屋で、特別なお料理付きのプランとかですね。なるほど。季節で変わる懐石料理とか、いいんじゃないでしょうか。確かに、思い切ってプラン限定の懐石料理を出すのはいいかも。私もですけど、特別とか限定って言葉に弱いので、旅館を楽しみに来るっていう人をターゲットにしたらいいかもしれません。あと、SNS の運用なら私に任せてもらえませんか？ホテルで働いていた時代はウェブサイトを自分で作ったり、SNS の運用も担当してたんです。嫁子さんって万能すぎませんか？少しできる程度です。うまくいくかわかりませんが、やらないよりいいですよね。プログラミングも独学で勉強したという嫁子はウェブサイトをきれいに整えてくれて、SNS の運用も始めてくれたんだ。旅館の写真や動画を撮って SNS にアップして、旅館の魅力を最大限に発信。すると瞬く間にその投稿がバズって、予約の電話が来るようになったんだ。やっぱり、2組限定プランが功を奏しましたね。他の部屋もすぐに埋まるなんて久しぶりですよ。料理長の普段のお料理も旅館自体も素晴らしいですし、皆さん魅力を感じてくれたんですね。うちは今まで宣伝力がなかったから、宣伝って大事なんだなと思い知ったよ。それに、今まで以上に料理やお客様への対応を丁寧にして、真心を込めたおもてなしを意識したんだ。そしたらお客様から丁寧な接客が評判になったし、嫁子の英語力のおかげで外国人観光客も増加したのには驚いた。海外からのお客様は特に露天風呂とか懐石料理に興味をお持ちの方も多いし、今は SNS で調べてこられる方も多いですから、作戦勝ちです。嫁子は最初に勤めていたホテルでの経験を生かし、料理長と懐石料理の中身を話し合ったりアイデアを出し合っているのを見て、本当にすごい人を雇ってしまった。と思ったよ。本当にすごいなぁ。誰がすごいの？ゆなちゃんのママだよ。ママ、えへへ、そうでしょう。あ、こら、ゆな、俺さんのお仕事の邪魔しちゃダメでしょ。邪魔来てないもん。邪魔じゃなくて、お話ししてたんだもんね。もう、俺さんも甘やかさないでください。仕事中の唯一の癒しなんですよ。ゆなは元気いっぱいで明るいけど、みんなが仕事をしているときはおとなしい。従業員の待機部屋で絵を描いてたり一人で遊んだり、時々お手伝いしてくれたり。だから時々ユナの様子を見に行ったときに遊んでって言われると癒されるんだよな。ユナは可愛くてもはや看板娘だし、嫁子は働き者で本当に助かってる。だからこそ、人間関係のトラブルで追い出されたって話が引っかかるんだ。今はしっかりとした関係性があるし、俺は思い切って
て聞いてみることにした。嫁子さん、面接の時に言っていた人間関係のトラブルのことなんですけど、具体的に何があってそんなことになったんですか？俺が聞くと嫁子は難しそうな顔をしたけど、俺さんにはお世話になってるので、その時のことをちゃんと話さないといけないなと思ってました。そう言って話をしてくれたんだ。私がホテルに勤めていた時に旅館の息子だった夫に一目惚れされて、ホテルを辞めて旅館の若女将になったんです。嫁子は高校を卒業してすぐホテルで働き始めたらしい。その頃にいろんな資格を取得し、有名ホテルに転職したのだとか。もちろん最初は仲居から始めて、婚約と同時に若女将になりました。夫も義両親も優しかったんですが、夫が不倫して老変したんです。え、不倫ですか？はい、去年入ったばかりの若い仲居さんと、その子は夫と結婚して自分が女将になると私に言うようになったんです。しばらくは無視していたんですが、私の態度が気に入らなかったのか、自分で勝手に転んで怪我をしたのに私のせいにされたんです。その時誰か他の人は見てなかったんですか？その時ユナが一緒だったんですが、子供の言うことだからと信じてもらえなくて。ひどい話ですね。それを夫は信じて私を批判して離婚を突きつけられました。気に入らない仲居に手を挙げる最低な女だとか、言うことを聞かない人に厳しい若女将だとか悪い噂を流されて。それが近隣のホテルにも噂が回ったんですね。夫がわざわざ電話までして雇わないように言っていたようです。そこまで。だからここの旅館もどうかなと思っていたんですが、俺さんや皆さんが優しい方々で本当に救われました。むしろ今ではもう嫁子さんがいないとうちは破綻します。ゆなちゃんに会えなくなるのも耐えられないし、上に立つ一輝さんが優しいから皆さんも優しいんですね。一時期はどこにも就職できなくて絶望していたんですけど、やっぱり私はお客様に笑顔になってもらえるこの仕事が好きです。受け入れてくださった俺さんには感謝してもしきれません。そう言って笑う嫁子は今までで一番いい笑顔で笑ってくれた。不倫した挙句に追い出されて散々でしたけど、それがあったから俺さんやこの旅館と出会えたのでいいことにします。そんな嬉しいことを言ってくれる嫁子を俺はいつの間にか好きになっていたんだ。嫁子に幸せでいてほしい、俺が幸せにしたいって思うようになってさ、恋愛沙汰に巻き込まれて散々な思いをした嫁子に言える勇気はないけどな。俺さん、俺さん、これ見てください。え、何ですか？地域を盛り上げる一環として旅館コンテストをやるらしいです。旅館コンテスト？旅館の居心地の良さ、従業員の態度やおもてなし、旅館のお料理とかいろんな部門で審査されるみたいですね。へえ、そんなイベントがあるんですね。うちもこれに応募してみませんか？え、うちがですか？最近ここもお客様が増えましたし、このコンテストで1位になるとテレビ番組の特集とメディア掲載が確約されるらしいです。テレビ番組の特集？これは魅力的じゃないですか？確かに。
SNS の運用や口コミで広まってるけど、テレビ番組の特集は話が別だ。うちの旅館の魅力をもっと伝える絶好のチャンスだと思って、俺と嫁子は早速コンテストにエントリーした。だからといってその期間だけ対応を変えるんじゃなくて、今までお客様にいいと言われた対応や料理を普段通りに提供し続けた。ありのままのうちの旅館を評価して欲しかったからさ。そしたらなんと、最終候補まで残った。やりましたね、俺さん。うちの旅館は栄光の1位に輝く最終候補まで残ったんだ。しかも、全部の項目がほぼ満点。これって審査員がお客さんとして来たってことですよね。そうだと思います。わあ、誰だったんでしょうね。最終候補から1位はどうやって決めるのかしら。最終候補に残っている旅館の代表者は、会場までお越しいただきプレゼンを。抜き打ち検査じゃなくて、プレゼンで真っ向勝負なんですね。うちの旅館のアピールポイントを話さないといけないってことか。俺さんなら大丈夫です。一緒に資料作りしましょう。あ、ちょっと待ってください。最終候補の中には4つの旅館の名前が載っていた。その中の一つが、私の元夫の実家ですね。最終候補の中には嫁子が追い出された旅館の名前も載っていたんだ。会場に行かないといけないから、必然的に会うことになるよな。当日が楽しみですね、俺さん。え？私、もうこの旅館の一員なので、俺さんがいたら何も怖くないです。堂々と参加して一泡吹かせましょう。当の本人がそう言ってケラケラ笑うから、俺は拍子抜けしちゃったよ。強がってるだけかもしれないけど、嫁子は本当に強い女性だと思う。よし、やってやりましょう。頑張りましょう。俺たちは旅館のいろんな場面の写真や動画を撮ったり、話す内容を決めたり大忙しだった。旅館の経営をしていて人前でプレゼンなんてしたことなかったから、母さんや嫁子、ユナの前で練習したりな。嫁子は意外とスパルタ指導で、姿勢とか声の運用とかめちゃくちゃ注意された。俺さん、これあげる。何をくれるの？お守りだよ。ユナが作ったの。とうとうプレゼンが翌日に迫った日、ユナがフェルトでできた手作りのお守りを渡してくれたんだ。え、これユナちゃんが作ったの？うん、ママと一緒に作ったよ。ユナがどうしても俺さんに何かあげたいって聞かなくて、赤いフェルトに白い字で必勝と書かれている特別なお守り。どんなご利益のある神社のお守りよりも効きそうで、これを持ってるだけで百人力な気がしたよ。文字の白いフェルトも自分でくり抜いたんだよね、ユナ。うん、はしゃみで貯金ってしたよ。うわぁ、嬉しい。明日ユナは会場に行けないから、気持ちだけでも一緒にいたいらしくて。その気持ちがすごく嬉しいよ。本当にありがとう、ユナちゃん。おじちゃん頑張ってくるからね。うん、俺ちゃん頑張れ。ユナからのパワーを目いっぱいもらって、当日は嫁子と一緒に会場に足を運んだ。緊張して胃が痛い。胃薬飲みますか？え、持ってるんですか？俺さん、胃が痛いって言いそうだなと思って。
予想されてるの面白すぎる。よく、阿吽の呼吸って言うけどさ、嫁ことは本当にそんな感じで長年一緒にいたのかなってくらい、お互いのことがよくわかるんだよな。あれ、嫁子。わあ、本当だ。元は顔か見らないですか。用意されていた俺たちの席に座っていると、最悪なことに隣の席に着いた人たちは嫁子を追い出した元家族だったんだ。嫁子の元旦那と思われる男と腕を組んでいる若い女性が、元夫の不倫相手の仲居だろう。まさか元若女将とここで会うなんて思ってなかったです。お元気でしたか。っていうか、就職できたんだ。そこの方、もしかしたら知らないのかと思いますが、その人は従業員に手を挙げるような暴力女ですよ。すぐにでも解雇した方が旅館のためかと。嫁子の話の通り、元夫は完全に嫁子のせいだと思っているんだな。偽良心と思われる二人は生還してるだけだし、なんだこの家族は。お言葉ですが、アドバイスは不要です。はい。嫁子さんは本当に優しくて、従業員からも慕われています。一生懸命旅館のために働いてくれて、うちにはもったいないほどの人ですよ。無駄な喧嘩は買うだけ無駄だよな。それだけ言ってあとは無視していると、女性の方がすごく睨んできたけど、そんな中プレゼンを終え、いよいよ結果発表となった。3位から発表されていき、残りは1位のみ。呼ばれていないのはうちの旅館と、元夫たちの旅館だった。では、栄えある1位の発表です。こちらは最終選考前から個人的にとても期待していた旅館でした。〇〇旅館さん、おめでとうございます。名前を呼ばれたのは俺たちだった。俺と嫁子は顔を見合わせて、俺たちは喜ぶよりも驚きが勝ってしまった。選考段階から宿泊客への丁寧な対応が実際にとなっても素晴らしく、プレゼンではまるで自分も旅館にいるような情景が浮かんできました。ぜひ一度泊まってみたい、と思うような魅力が詰まっていたのが、今回1位に選ばせてもらった理由になります。俺たちの旅館は前の段階から総合的に満点だったのもあり、プレゼンではそれを後押しする結果になったらしい。残念ながら元夫の旅館は表彰圏内にも入らずにコメントもなし。ちょっといい気味だったよ。それから俺たちはテレビの取材費の相談やインタビューなどを受け、帰る頃には夕方になっていた。嫁子さん。会場から出て呼び止められたかと思えば、そこにいたのは元夫の両親だった。元気そうでよかったわ、嫁子さん。お気遣いありがとうございます。うちの若息子が本当に申し訳なかった。あなたが家を出た後、匿名で怪我は自作自演だって報告があったのよ。私たちは君に謝りたくて。今さら謝られても、もう遅いです。あの時、ユナだけが私の味方でした。それが事実であり答えです。それに、その話を知っているのにあの子が今も働いているんですよね。謝られても何の誠意も感じません。嫁子がくしゃりと言い放つと、義両親は難しい顔をしてうつむいた。まあ、嫁子の言うことは正論すぎて何も言えないだろうな。あ、
あの子は辞めさせるからどうか戻ってきてくれないか。やっぱり嫁子さんがいないとうちは。私がいなくても最終選考に残ったんですから、自信を持ってください。それに私とユナはもう新しい居場所を見つけたんです。ただ、そこまで言うなら、誠意を見させてもらいますね。ええ。慰謝料の請求をさせていただきます。それから縁を切らせてもらいますね。うちに来て回復した嫁子はやっぱり強くて、青ざめている義両親に慰謝料の話を淡々としていたよ。そういえば、父さんが亡くなった時にお世話になった弁護士がいるから、その人を紹介して対応してもらったらいいかもな。でも、本当に良かったんですか？もしかしたら若おかみとして再就職できたかもしれないのに。うちよりも歴史があるし偽旅館だからもったいなかったんじゃないかというと、嫁子は悲しそうな顔をしていた。俺さんは、私のことはもう不要ですか？え？出て行ってほしいと思っていますか？そんなことないですよ。嫁子さんがいないとやっていけません。戻るなんてありえない話なのに、つい思っちゃっただけで。すみません。私とユナが見つけた新しい居場所は、俺さんたちがいるあの旅館なんです。暖かくて優しい場所で、これからもあそこで働きたいんです。私と娘を見捨てずに居場所を与えてくれた俺さんの近くにいたいから。嫁子さん。俺さんのことが好きだから、これからも俺さんをそばで支えたいです。まさかそんな告白をされるとは思ってなかったから。1位の発表の時みたいに目を見開いた。よ。嫁子さんも同じ気持ちだったなんて嬉しいです。え？俺も嫁子さんのそばにいて、幸せにしたいと思っていました。もちろんゆなちゃんも一緒に、三人で幸せになれたらなって。俺も嫁子さんのことが好きです。俺と付き合ってくれますか？差し出した手を握ってくれて、俺たちは手をつないだまま旅館に帰った。おかえり。あれ、俺ちゃんとママ、お手手つないでる。ただいま、ゆなちゃん。ゆなちゃんのおかげで1位を取れたよ。わあ、そうなの。やったー。俺と嫁子の間に入って同じように手をつなぐゆな。そんなゆなに嫁子が、ねえ、ユナ。俺さんが新しいパパになったらどう思う？って投げかけたんだ。俺さんがパパ、ユナ、すっごく嬉しい。そう言って俺の足に抱きついてくるユナを、俺は絶対に幸せにすると誓ったよ。それからというものの、コンテストで1位になった俺たちは忙しくなった。テレビや雑誌も特集を組まれて、連日満室という嬉しい悲鳴を上げている。そういえば、嫁子は無事に元夫と不倫相手から慰謝料を回収できた。どうやら逃げようとしたところを義両親にとっ捕まえられたらしい。その後、不倫相手の仲居は解雇され、元夫は義両親の監視のもと、雑用として鍛え直されているってさ。俺と嫁子の付き合いは順調で、一年後に無事に入籍した。それからさらに一年経って可愛い男の子が生まれ、四人家族になったんだ。息子の優也が四歳になった頃、嫁子は母さんからおかみを引き継いだ。そして変わらず俺と一緒に旅館を切り盛りしてくれているよ。
10歳になったユナは母のようなおかみになるんだと今から張り切っていて、4歳のユウヤは父である俺みたいになるんだって言っている。これからの子供たちの成長も、旅館の未来も今からすごく楽しみだよ。最後まで聞いてくれてありがとう。みんなも大切な思い出があれば、ぜひたくさん聞かせてほしい。